はい、また始まりました。細うと4日ミートボール玉ねぎだいぶ古くなっちゃった。またこれも色が変わりそうだけど、いっちゃうか。色が変わらないうちに。こうにしとかないとね、動くんだよね。玉ねぎの量がこんなにたくさん。このじゃがいもはね、あのハヤシライスを作った時の残り、冷蔵庫に2日ぐらい入ってました。さすがに3日は置けないかなと思って。なんだよこれ。よいしょ。あ、お水が全然足んない。このぐらいない。はい、しばらく15分から20分ぐらい。どうでしょう。おー、いい感じになってますよ。よし。じゃあこれ、ミートボール。温めなくても美味しいなんて書いてある。アーモンドカレー、そしてとろけるカレー、まあ、どちらも甘口です。
お鍋の焦げ付きみたいなやつが取れてる。もうそろそろ買い替え時かもしれないね。これでね、カレーは完成です。今度はね、これでね、おうどん。これですね。だから ここから少し出さなくちゃいけないんです。おいや、めんつゆ、あ、そうだった。めんつゆに卵が入っちゃった。これ多分やめる、ダメか。これもうにして、おいや、これね、粗熱が取れたら冷蔵庫ですよ。もうできたんじゃないかな。あ、いいんじゃないですか。すごい。よいしょ。それじゃあね、まあ、よそいますかね。これはすごいですね。よっ。どうでしょう。すごい。お鍋の底におうどんとかが張り付いてる。これはね、まあ三ツ矢のね、特のまあピーチソーダ、スカッシュ、濃くて美味しい。そしてこれはバナナ、らっきょう。らっきょうは今日ね、たくさん食べちゃったんだよね、もう4個ぐらい。いただきますね。これがミートボールの入ったカレーうどんです。うん、いけますよ。
れがおうどんの天ぷら。卵はどうでしょう。なかなかカレーうどんに卵は入んないと思うけど。ラッキョウ1個ぐらいいいかな。よいしょ。今日5つ目ぐらい。ビーチスカッシュ、あ、美味しいですね、ピーチね。それじゃあ今回もね、ミートボールの入ったカレーうどんでした。ご視聴ありがとうございました。